さあそれではデカールがね全て貼り終えたので、トップコートをしていこうと思います。まあこの時点でね、あのデカール貼った後なんでベタベタいろいろ触ったり、やっぱりそのなんだデカールのりとかでホコリがねよくついちゃったりしてるんで、よくこう見て確認してね、ホコリが乗ってないかチェックしてあげながらやりましょう。でね、あの質問いただいてどのぐらい吹いているかとか、あの量的なものとかがあのはっきり言ってね、僕も分かんないんですよね。あのキットの大きさにもよりますし、形状にもよりますし、あの大きさっていうのはまずさ、この大きさ、これって要はハーフなわけじゃないですか。後ろがねまだフロントカウル、リアカウルみたいな感じで、ね、分かれてるんで、やっぱりそうなると多くなりますし、逆にね一体型の一つになるとまたね、なんだ逆に量が少なかったりするんで、全部塗った時にね、まあなんで今回ちょっと今こう画面アップにしてるんですけれど、それで見てもらって、まあなかなかね分かりづらいんですよね。ほんでまあもちろん溶剤は、まあ、今回もね、まあ、まだクアトロポルテではなくガイアのね、なんだこれクリアを1対1で割ったぐらいなんですけど、で使ってるや使うエアブラシもこれなんですよね。タミヤのあの 0.5 のこうトリガータイプのやつで塗りますよという感じです。で普通のあのダブルアクションタイプのやつ、あの 0.5 でもこれね、クレオスのこれと、まあどっちがいいのっていうと、トップコートの時はねやっぱりこのトリガータイプの 0.5 の方が僕はおすすめですね。まあなんでちょっと今から吹いていこうと思います。とりあえずもうね、全開、ここのね後ろのところ全開にしてズバーと、まず最初ここちょっとひねるだけで、まずひねる力、トリガー引くだけで 0.、エアーだけは出るんで、まあ軽くこれでエアーを吹いてあげてですね、エアーでホコリを飛ばしてあげて、ホコリが乗ってないかねよーくチェックしてね、それから吹いていきますよと。いきます。で目残しがなかったりないようにとか、ああいうなんだろう、まあ、目残しがないようにとか、ね、クリアでも塗りムラがないように艶を見ながら塗装していく感じかな。でこういうまず端っこから僕はやっていく感じかな。で広い面を塗っていく。カメラ映ってる？映ってるね。そう、やっぱね結構あるんですよ、そのねどのぐらい使いますかっていうのね、ほんとね答えれなくてね、分かんなくて、ね、今言ったみたいに大きさがさバラバラすぎてさ、全然ねそのね 量的な目安よりも、こうやって塗ってて艶が出るように均等にこうツヤーっとこうなったら OK っていう感じにしちゃってます。今これで OK かな。もうこれで今全体的にツヤが出たんで、 0.5 の方、 0.5 のこのトリガータイプの方がね僕の中ではツヤが出やすい、こう出る量がね多い気がするんだよね。まあ僕のね動画の一番最初に書いてあるように、鍋ね僕のやり方って正しいわけじゃないんで、全て体感での話になってるんで、間違ってることってねたくさんあるんですよ。で視聴者さんからね結構指摘を受けたりもしますし、ただ僕はなんかこうやってやっていくとこんな感じでいいなっていう、ね本当ね僕ね頭よろしくないんで、全て体で覚えちゃってる感じ、体感して、だからどっちかっていうと理屈なので、まあ成分がこうだからだからだからこれはこうの方がいいとか、そういうことで覚えてないんだよね。使ってみて、ああなるほどねこんな感じね、じゃあこれいいじゃんみたいな、そんな感じでね、ほんとねダメな覚え方なんですよ。体感で物を言っちゃってるんで、だからね逆にね説明してほしいって言われるとね結構っていう風になっちゃうんだよね。
だからもうあの とりあえず今回のこのね使用量っていう問題でいうとツヤが出たらよしっていう具合だから少ない時もあるし多い時もある。あと希釈によっても結構変わってきちゃうんでね。もう今これでツヤが出てる、このねこの吹いた時のツヤっていうのが出るんだけど、これが もちろんねあの乾いてくとこうシュトーンとこう落ちてきちゃうんでツヤはねこの今のこの状態よりは半減しちゃうんだけど、とりあえずこうツヤが出るように塗装してあげるという感じですね。でよく質問があるんですけど、ここからどのぐらい時間を置いて2回目をかけますかという質問があるんですけど、それはね大体ね半日から1日はほったらかしにしてます。で乾燥ブース等は使ってませんっていう感じかな。乾燥ブースター使わないんだよね。持ってないっていう言い方も正しいんだけどね。やっぱり強制的に固めてしまうっていうのは良くないと思う。ね、つい最近あれですよ。コメントの方で誰だったかな。トラトラさんだったかな。うん、からなんかこうねこういろいろコメントいただいてね説明いただいたんですけど、やっぱこう強制的に乾かすのはよろしくないよと。って言ったっけ違ったっけ、すみません間違っとったらごめんなさい、うん、と思うんでね僕も、やっぱり自然乾燥させてあげた方が、でもそれでも結局はね半日、まあね1日24時間乾燥させれば一番安心ちゃ安心かな。自然乾燥させてあげてね。まあでもね季節がねあれだからね、だからそのコメントいただいた中にでも書いてあったんですけれど、やっぱりなんていうのかな、二液タイプのああいうねウレタンだとかそういったものはやっぱりその温度管理で固まらせた方がいいらしくて、まあ、でもそれその通りだなって思うんですよね。僕も温度管理上でちゃんと固めてあげた方がその温度がまた違ったりして急激に固ま、ね、違う温度で固まらせてしまったがゆえに化学反応的なことを起こしているからそれが失敗につながったりとかね、なんか問題を起こしたりとかする可能性って結構あると思うんですよね。僕も自然乾燥もそうであってやっぱり乾燥ブースとかで乾燥させると結構こうね梨地がひどくなったりとかそういうのがあると思うんだよね。まあわかんないけどね、僕もそこまでねあまり気にしたことないけど、でもねやっぱり僕のね最近のやり方もまあ昔のね動画見てくださってる方はねご存知かと思うんですけれど、やっぱやり方がね徐々に変わってってるんでね、まだまあ模索中っていうところもあるけど、あちなみにねデカールを貼ってから24時間乾燥させてます。24時間以上っていう言い方がいいかな。そうしないと中本当は2日がいいっていうんだけど、まあ今回はそこまでめちゃくちゃの大盤があるわけじゃないんでね。よし、まあ、大盤があったりすると2日間は乾燥させた方がいいんじゃないのかなって思うけれど、まあ、今回の場合だったらとりあえず24時間乾燥させてあげればまあいいでしょうと、しっかり乾いてるんじゃないかなと思います。思いますね、思いますね。鍋さんのやり方はほとんどちょっとねご存知アバウトだからね、すごく全て体感でこんなんでこうでこうでしたよって言って、こうやってやったらこんな風になったって、なんでって言われるといやそうなったからみたいなさ、もう適当すいませんね、適当で。まあでもね嘘はつきたくないんでね、こうやってやったらこんな風に綺麗にできましたよっていうのはね皆さんにお知らせしてできればなと思って日々研究はしてるんですけれどね、全て体感の話でね、なんだろうねこういうさ、うちもさ製造業やってるせいかさ、ほとんど体感の話ばっかになっちゃうんだよね。よし OK、 これでいいでしょということでね、今1回目のトップコートを吹いたんで、今度ここからまあ半日から1日乾燥させてあげてもう1回吹くよと、まあこれをそうですね3回ぐらい繰り返しますか。まあそうしたらまあ今回はねまた研ぎ出しはしないんで多分、まあ、ちょっと3回吹いた後考えます。なんでその後ねちょっと皆さんに結果報告というかこんな感じで大丈夫でしたよっていう感じでお知らせできたらなと思います。でも3回目の乾燥後は2週間寝かせます。しっかり完全乾燥させるためにね、
そんなとこかな。うん、まああとは動画でおいおいお知らせしていこうかなと思いますんで、またね見ていただけたらと思います。ではね、まあこれはこれでよしとしておいて、細かいパーツのね塗装をね始めていこうと思うので、そっちの準備をするか。よし、ということで、ちょっと今日まあめっちゃ時間まだね余ってるぐらいなんで、そのシーンも撮影できたらなと思うんで、一旦ここでカメラ止めます。さあ、それでは続きやっていきましょう。タッタカタッと置いてください。すげえ時間かかった、もうめっちゃ、あ、ちょっとマイクの位置が良くないな。よっしょっと、まあね、めっちゃ時間かかりましたね、準備するのに。一個一個ねクリップに留めてさみたいな、もうとりあえず色入れよりももうサフからとりあえずね今回は珍しく見ていただこうかなと。鍋さんの超適当サフ塗り。もうサフは特にこういうねパーツはそんなにがっつり塗らなくてもいいっちゃいいんだけどね。まあ、乗ってれば、まあ、ほとんど、なんだろう、下地としての食いつきとか、まあ、隠蔽とかね、色の、まあ、そんな程度なんで、そんなにがっつり塗らなくてもいいって言いながら塗ってるね、かなーって感じです。まあ、でだ、今日、あ、はい。まあ、これ、まあ、お見せするのこんな感じなんですけど、まあ、見てみるだけだって感じな、なんだろう。言葉が見るだけになっちゃうんでね、まあどうでもいい話を、まあどうでもよくないんだけど、今日ね、あれなんですよ、あれ行ってきたんですよ、展示会。僕は展示する方じゃなくて見る方ね行ってきてね、そう、これをいつ撮影したかが分かってしまう。そう、展示会に行ってきたんですよ。あ、知ってる人も出てたんで、挨拶がてらね、以前豊橋でちょっとお会いした時にちゃんと話ができなかったんで、今日はそこそこ話ができてよかったわ。まあ、どこの展示会かとかは、まあ、言っていいのか悪いのか分かんないんで、ちょっとあえて言わないでおきますけど、よいしょ。まあでもやっぱりあれだね、人の作品を見るとちょっとこう、なんだろう、やっぱすごく参考になりますね。ああ、なるほどねって、見せ方とか、やっぱりこうね作り込み方とか、あとやっぱりこう、そのね知ってる人はあれなんですよ、すごくねいろいろ教えてくれるんで、そう、結構ね仲良くしてくださるそのねモデラーさんっていうかは、結構ねいろいろね、こうやってやったんだよ、ああやってやったんだよって言っていて教えてくれて、うん、やっぱ展示会のいいところ、まあその人ともフェイスブックでつながってるんだけど、フェイスブックの方でこうやった、ああやったって言って、なかなかうまくいかなかった、難しかったっていうのを見てて、だけどやっぱりそれでもちょっとこう、実際本当どういう風にやってんだって、なんかこう Facebook って読む方が一方的ね、読むのが一方的な感じだから、読む一方的な感じだから、ね実際に会ってさ細かく聞けるじゃん。やっぱ展示会ってそういうのがいいよね。会って細かくね話聞いて、ああなるほどねって納得ができるっていうの、そうすると今度自分がやるときにねすごく参考になってみたいな。やっぱいいわ展示会って。なるほどね。ちょっとね、それでまた私もいろいろちょっと勉強させてもらって、こうやってやるのかっていう勉強になったんで、楽しかったですね。で、まあ人の作品見て、わあこだわってんなーみたいなのから、なんだろう、すごくこう綺麗に作ってるなーとか、うわ細けーとかさ、あとすごくこうストーリーを感じるような作り方されてる方とかね、まあ中にはね、あ、こんなキット出てたんだみたいなさもあってね、面白いねやっぱりね。結構規模的にはすごくちっちゃいんだけど、やっぱりなんだろう、すごく 長いこと、ね、プラモデル作られている方々の、うん、展示会っていうのもあって勉強になった。もう規模の問題じゃなく、こう中身が濃かったね、すごかったっすわ。
あ、ちなみに今ね、まずあの黒サフをベースにやった方がいいかなっていうのだけ先に吹いてる感じかな。腹減ったな。まだ晩ご飯を食べてない。ちなみに今7時。何食べようかな。寿司でも食べ行こうかな。ちょっと回転寿司でも行ってこうかな。遅い時間に行くと空いてるからね。今7時ぐらいかな。だからちょっとずらしていこうかな。なんかマックでもいいかな、めんどくせえしとかも思うけど、なんかマック飽きたしな。米が食べたいな。デブのもと炭水化物が食べたい。糖と脂肪で脂肪糖と炭水化物で、あ、よくわかんねえ。そう、まあ寝てな感じでね、こう1時間かけてそこに行って、その素晴らしい作品を作る知り合いの人に会って、あの人好きだな、ほんとな、めっちゃいつも会うとな、ニコニコしてさ、何でも教えてくれてさ、作品もうまくてさ、プロではないと思うんだけど、なんかそうね、プラモデル作る人間、人間っていう言い方もちょっと失礼だけど、人としては素晴らしい人だな。顔モデル作る人なら結構ね、この人って言えばね、ああ、はい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 っていうような人かな。ホビーショーでもね、ちょこちょこあってね、ちょこちょこというか、毎度ね、見に来てくれるんじゃないですか。本当に失礼極まりないよね、俺ね。ではよく思うんだよね。なんかね、大先輩が俺ね、自分のブースに見に来てくれるっていうね。本当はね、自分から先に行ってさ、ね、今年もよろしくお願いしますって言ってね、言うのが筋だと思うんだけど、いつも先に先越されてしまう。ね、申し訳ない。一応ね、挨拶をね、ホビーショーの時とか回りたくて、まずね、やっぱり、ね、ホビーショーとかいう時って近場の人からさ、結構広いじゃんホビーショーってさ、だから近くのところからまず先にね挨拶行って、毎年やっぱりね同じ人がいたりするから、まず隣に行って正面に行ってって言ってさ、挨拶だけして、ね、何かしらのやっぱりこう迷惑をかけるかもしれないからね、やっぱりかけてから挨拶しとっちゃ遅いから、やっぱりかける前にと思って、とりあえずね、特にね、さっき言ったみたいに去年も一緒ね隣だったっていう風になると、知らないかね、全く知らない関係じゃないからさ、まあねっていう感じで展示会は面白いんだ。実物を見れるっていうのも魅力だし、よいしょ、そうやって会話ができるっていうのもね、いいし、質問もリアルにできるっていうね。まあ文章力のない自分からするとやっぱりああやって聞きに行くのが一番早いんだよね。だから近くである時には行かなきゃ。趣味がさらに楽しくなる。やべ、セミグロスブラック多いな。あ、セミグロスブラックじゃないや、クロサフが、ほとんどクロサフベースのパーツが多ばっかりだな。今日さ、タムタムの方でも豊橋店かでもなんかイベントやってたみたいで、うわ時間がかぶるとか思ってさ、どっち行こうとか思って、結局展示会の方にしちゃって、
タムタムの方だとなんかその積みプラ交換会みたいなのやってて、やっぱ気になるじゃん。でもどうなんだろう、どういう風にやったのかな。やっぱ行きたかったけど、やっぱちょっとな、距離的に自分の住んでるところから真反対だったんでね。どっちかにしか行けないとか思って、あ、しまった、これ合わせ目消さないといけないじゃん。まあいいか、サフ吹いた後でもできる。忘れてた、そうだ、そういやこれ組み立ててて思ったんだ、このパーツ合わせ目消しがいる。これはあれだね、合わせ目消しするところ動画で撮った方がいいかな。ここはやった方がいいですよ的なやつね。そう、その積みプラ交換会っていうのがさ、例えばね、まあ僕の場合だとほとんどがカーモデルばっかなんで、あの自分でね買って結局作ってませんみたいな、まあ別にレア品でもないしっていう、ただの積みとかだったらね、交換会出してもいいかなと思ったけど、ただ交換されるキットがガンプラとかも全くさらに作る可能性のないものだったりすると結構厳しいなとか思って、まあ、それもあってちょっとうーんって悩んでやめちゃったんだよね。まあね、システム的なことも分かってないしね。あのちょっとお子ちゃま的考えなんだけど、なんか綿菓子とかあの作ってくれ、あの食べさせてくれ、ん、作らせてくれるっていうイベントもあったみたいで、そっちの方が気になっちゃった、余計に。あ、やべえ、綿菓子食いてって、ね、男ってさ、ほんといつまでも子供だからさ、もう俺だけか綿菓子、あ、綿菓子食いてとか思って。昔なんかさ、あの子供用のおもちゃで、ね、綿菓子を作るキットとかさ、なんか何千円とかで売っててさ、あれ憧れたな。なんか僕ぐらいの年の人ってやっぱりさ、は分かんないけど、昔ちょっとこう高価だったものが今ってさ安くなったおもちゃとかってあるじゃん。そのさっきの今のね、綿菓子の話じゃないけど、綿菓子機みたいな、なんか子供向けでさ、結構販売してて、最初はすごいなんか5000円とかすごい高かったけど、今じゃもう3000円ぐらいとかさ、でまた大人になったからこそお金もねあるからみたいな感じで、なんか買いたいなみたいなさなんかさ、大人になってさ、自由にね、まあ、ちゃんと稼ぎができて、しかもそんなね、めちゃくちゃ高いもんだったりとかねすると、やっぱりちょっと考えちゃうけど、まあ、3000円ぐらいだったら別にね、ポンと買えちゃうじゃん、やっぱり。結局買ってないけど、なんか綿菓子機、今になってこの年になってお金も自由になってくるとさ、やっぱりちょっと欲しいな。なんか変に、また極端にこの年になるとゲーム機とか買わなくなるじゃん。ゲーム機の方がよっぽどが高いからね。なんか興味本位で、新しいプレステとか出たりすると、あ、欲しいなとか思って、だけど結局やるかって言われるとやらないんだよね。プレステ 4? 今持ってんだけど、3は1階に置いてあって、4が2階に置いてあるのか。だけど電源入れてないからね、両方。もうでさ、コンポも買ったりとかさ、デノンのコンポか買ったけど結局使ってないとかさ、もったいないな。めっちゃ高かったのにな。あ、コンポっつってもミニコンポね。ミニコンポなんだ、シアターセットかみたいなやつ、結局使ってねえなーと思って。なんか大人になってお金が自由になって、子供の頃欲しかったものを買ってみたいな、結局買い漁っとるのはプラモだけだけどね。やっぱ小さい頃はゲーム機が欲しくてみたいなのだったけど、いざこの年になるとゲームも全然やらねて、スマホでね、ゲームやってるぐらいで、
いつでも始めれていつでもやめれるみたいなさ、なんか家庭用ゲーム機ってなんかこうちょっとスタンバらないといけないところがあるじゃん、電源入れてって、まあね、身構えるところはちょっとあるんだけどさ、なんかこう流行りのゲームとかちょっとね、あの興味本位で手出してみたいなとかさ思うんだけど、もうなんか頭もついてかないしね、携帯でやってる、携帯違うスマホでやってるゲームだってなんかもう簡単なゲームしかやってないしな。簡単なゲームって言っても今あれか、プリンセスコネクトばっかやってると。オープン当時からやってるとなんかそこそこ強くなっちゃって、なんかやめるにやめれなくなって、まあそ、まあ、別に面白いっちゃ面白いしみたいな、深く考えなくていいからみたいなね。シューティング系のゲームがなんか自分の反射神経が悪くなってきてるのか弱くなってみたいな。レース系のゲームって意外と飽きたりするしね、グランツーとかさ。なんかグランツーの場合だとあれなんだよね、どっちかって言ったらあの車種がいろいろあってさ、細かいところまで今見れて画質ももちろん綺麗じゃん。逆にあの資料としてあの欲しくなっちゃうところがあるんだよね。でもグランツー難しいよねあれね、やっぱこう体に G がかからないから、なんか感覚的になんか難しく感じる。あれをすごくうまく走らせてる人見るとなんかすげえなーって思っちゃうな。よいしょ。あー、綿菓子機が欲しい綿菓子っていうそんなもんバカ食べとるもんで太るんだよね、糖尿になっちまうよ、ね、せっかくジュースやめたのに、やめたっていうほどねきっかりやめたわけじゃないけどさ、飲む量が極端に減ったからな。そう、糖尿とかさ、そういう病気をね、そうだよね、心がけるようになっちゃったんだよね。なんかそれもそれで自分の年を感じるな。なんかあのあんまり調子こいて甘いもんばっか食べたり食べてたりとかね、今から寿司食いに行こうって言っとるやつがそんなこと言うなって感じだけど、塗装するだけして外で飯食って、もうなんか洗い物とかめんどくさくてさ、その今日休日だからさ、洗い物がめんどくさいんだよね。なんか休日は休む日って思っちゃうんだよね、うん、どうだ、できた。よし、これでサフを一通り、あの黒サフが必要なやつね、まあ白サフがもちろん必要なやつもあるんで、それはそれで、まあ、また別の時に塗装するかな。今日すげえちょっと時間めっちゃオーバーしちゃったんじゃね、あ多分しちゃったな。まあ掃除のシーンはやめておこう。まあということでですね、もうあの本当喋ることがなかったんで、もうどうでもいい話をずっと喋っちゃったけど、まあでもね、本当最初に言ってたね、展示会みたいなやつは行くといろいろね楽しいことが多いんでね、ぜひ行かれてもいいかなと思います。まあただね、僕みたいにこうねフリーで動ける人間はいいですけど、結構ね結婚されていてお子さんもいてっていう風になるとね、なかなか、まあお子さんはまあ小さければ特についてきてくれるかもしれないけれど、ね、奥さんと二人でそういうところに出かけるっていうのはなかなか厳しいだろうしね、難しいよね。まあでも本当そういう展示会はね、しょっちゅうあるもんじゃないんでね、行かれてそういうね楽しみ、まあ別にね、悪いことしに行くわけじゃないからさね、パチンコ行って帰ってこないとかそういうわけでもないしさ、あのバイクに乗ってね、そういう事故的な心配もね少ないし、変に女遊びするわけでもないし、あのめっちゃおすね、そこに行くためにお金使うってわけでもないから、なかなか健全な趣味だと思うけどな。まあそういったことも踏まえて世の奥さんたちもちょっとこうね理解してあげるとよろしいんではないかなっていうなんか鍋さん余計なこと言いやがってみたいな風に言う、今度女の人に思われてもいいかな。常に中立の立場でいたい。まあっていう感じでね、まあプラモデルはいい趣味だよね。あの外に出てね、なかなか帰ってこないっていうような遊びでもないし、まあ逆に外に多少出ろよっていう話でもあるような気もするけど、家から一歩も出ないインドアの遊びっていう、まあ逆言っちゃうとね、もう本当ね、そういう健全な趣味でね、季節問わずね、事故するわけでもなくみたいなね、まあほんで
まあ、初期投資は多少ねお金かかるかもしれないけどさ、なんか変にあのバイク買いました、車買いましたみたいな、税金かかんないしね。まあ消耗品はあるけど、だけどバイクも車も消耗品あるしね、車検もあるしね、って考えるとまあいい趣味なんじゃねえのかなって思う。僕みたいに動画やってるとね、あの作るスピードがめちゃめちゃ速くてさ、次から次へと買わないといけないかもしれないけど、意外とそうでもあのなんだろう、作るスピードって関係ないからね。あの作ってる途中でも次のプラモデル欲しくなるしね。車だってね、なんか車の趣味でもゴルフの趣味でも何でもそうか、ゴルフだってそうだもんね。結構あの新しいドライバーが出たとか、まあ打ちっぱなしのコースだって打ちっぱなしでもね、まあそこそこお金使うし、まあホールを回るのはまた別の話だけどね。まあプラモはいい趣味です。あの目の届くところでこうやってね遊んでるわけだから、まあ逆に今度そこから家外に出なくてお金も使わないし、健全健全。よしって言いながら、なんかもうどうでもいい話をまた延々としながら、エアブラシの掃除も終わってしまった。結構簡単な洗い方してるでしょ、こんなもんでいいんすよ。でごくまれにあのしっかり洗ってあげてね、あのブラシとかタミヤから出てるそういうのを使って中まであのブラシで掃除してあげるということをたまにやってあげると、まあ割と調子よく使えるよ。よし、さあすいませんね、今日はねどうでもいい話で長々とね。今度はね、あの今から私ご飯を食べてきますので、ご飯を食べてきたら今度は、まあ、その頃にはねサフは結構乾きが早いんで、あれですよ、帰ってきたら今度はフォン塗装というかね、セミグロスブラック塗ったりだとか、ジャーマングレー塗ったりだとか、メタリック、ね、グレーを塗ったりだとか、いろいろできると思うんで、あご飯食べに行こうと。よし、では今日はこの辺にさせてもらいます。あちなみにね、最近掃除するときにはね、こういうキッチンタオル、キッチンペーパーなんていうの、このふわふわのこれを使ってます。なんかこっちの方がさ、この紙に厚みがある上にホコリが立ちにくい、にくいね、うん、っていうのとかね、いろいろあってコスト的にどうなのかなっていう気はするんだけど、割といい。ほんで今までこの下にこう棒を突っ込んでさ、こういうちゃんと専用のやつを使ってたんだけど、意外とさコロ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 回っちゃってよくなくて、今ね足でももにこうさ、こうやって挟んで、こうやってピーって片手でこうやって出して、ほんでももでグッと挟んで、それからこうブチブチって切るっていう、結局ねアナログっていうか、まあ変な感じで使ってます。よし、ということで今日はこの辺で、長々とすいませんでした。ではまた。